皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も狼絶景版遊んでいきましょう。さあ前回ですね、凄まじいリンチを受けていた浦島さん、彼に会ったところで、今日この桟橋に向かっていきましょう。ここにどうもそのシャチマルってのがいるらしい。日が出る時だっけ。さあここで太陽を買いに行って、果たして来るのか。あ、来ましたね。なんか来るぜ。どうしたんだいこのシャチ、妙に嬉しそうにしてよ。あー、シャチマル、シャチマルじゃねえかい。まずはるかぶりじゃねえか。あれから兵何人になるだかいや。最後に乗ったのも数年前、だいぶ昔のこと。シャチマル、もしかして俺はまた竜宮へ連れてってくれるだかい。拒絶すんのシャチマル。こいつが竜宮からの使者、シャチマルだって。竜宮の使者、シャチマル。お前たちずっと待っていた。竜宮へ行く資格あるもの待っていた。俺の背中乗れ。お前たち竜宮連れて行く。だと俺、泳ぎにかけては天下一。自慢の泳ぎで水流様をぶっちぎり。だってあの子、どうするよ。でお前、もう乗る気満々じゃねえか。さあ乗っけてもらおうか。いいのてか浦島は死んだんじゃない大丈夫か。さあ乗りました。で聞いていく。こいつがシャチマル、そのままの名前だな。うさんくさいやつだけど、あの子こいつに乗るのかい。さあ乗っけてもらおう。乗りたい。やっぱり乗るか。まあ他に頼りはないし、こいつにもせっかく出てきてもらったしな。俺泳ぎにかけたは天下一。自慢の泳ぎで水流さんもぶっちぎり。だってさっきも聞いたよ、その言葉信じるから自慢の泳ぎで竜宮まで連れてってもらおうか。それまだできない。だと乙姫様が命じた最後の試練、それ乗り越えたらお前本当に竜宮へ行く資格ある。だってその乙姫様ってのがお前らの頭かい。推理を野放しにしておいて、全く高慢ちきな野郎だぜ。おいシャチマル、望み通り竜宮に乗り込んでやるから、その試練ってのは何なのかさっさといいな。竜宮、この国を荒らす妖魔の手を逃れるため、今その入り口海になると隠してる。お前たちはこの広い海を回って海になると探し当てる。それ乙姫様の試練だと。なんだい、そんなの簡単なことだぜ。ここからの海は怪しいところがいっぱいありそうだし、それを片っ端から回って竜宮の入り口海なるとってのを暴いてやら。それじゃシャチマル、早速出発だい。海なると、多分名前的にあれかな、渦を巻いている。で加速化のこういう感じとね、気になってくるのやっぱそこね。それなんだ、めちゃくちゃ高い塔。行ってみようか。さばーっと行って。これいけんのなんだよこの猫の鳴き声はよ。方向からしてあの塔から聞こえてくるようだな。ちょっと薄気味悪いが寄ってみるかい。ワオーンって言ってない？猫ちゃんか？本当に？さあここで降りたい。降ろして。そう。さあ降りました。でここ何？この島ね。特に猫ちゃん魚あげて。猫島か。でそこから入っていけるとセーブポイント。とりあえずのセーブ。さあ大体今21時間以降なんでしょう。猫なりの塔。先からニャーニャーうるせえこの猫の鳴き声。どうやらこの塔の上の方から聞こえてくるようだな。それより壁にベタベタとついてるあの足跡のような印。あれは13の札技の一つ、壁谷の神様の紋所じゃねえか。ってことはもしかしてここにいるんか、壁谷。と思ったらかまいたち。3人セット。さてどうしましょう。さあ切って分裂する。分裂するけども次雷。食らう。これ結構強敵じゃない？さあ木になった。どうする？はめて押しチャージして切っていく。いいよー、ズバッとやってよし。さあ死んだっぽい。どうかな。さあ松ランク。さてで登っていく。待ってね、調べるとこに壁紙の紋所。これ取ってでほじくり返して一旦探索してから行こう。かまいたちって皆さん見たことありますかね？自分ないよ。気圧差でなんか真空のとこに入って切れるみたいな、竜巻の中とかっていう話なんだけど、本当に切れるのあれって。さあまずは幸せネット2ポイント。少ねえとこれか。多分こういうとこで使っていけるとこっちね。あと妖怪のかまいたち、あれ確か3人セットですね。1人目は転ばしてで2人目が皮膚を切ってで3人目が薬を塗るっていう、そういう妖怪。もう猫いいよ。もうあげません。こっちクローバー見つけて。今の咲いただろう。ちょっと遅かった？早かった？よしとこっちね。これかな。なんでしょうこのマーク。この足跡見てのは札技の一つ、壁谷の神様の紋所だぜ。こいつがあるってことは分かってんだろ向こう。俺たちの心情は一つ。考える前に飛び込めだぜ。なんだろう、ダイブしてみる？こういや、あ、なるほど、くっついていける。これどうやったの？こうか。バツボタン1回押すとくっついていける。あ、これめっちゃ地道な作業。次どっちだ？左。分かれてますね。なんかゴキブリホイホイみたい。さあ登ってよしと、なんだ次、こっちで一旦降りて、なんだいなんだい、張り切っちまってよ。あもこう、お前もしかしてこの塔のてっぺんまで登ろうってのかい。それはまたご苦労なこったぜ。え、だってここまで来たらもう行くしかなくない？特に猫、これはいいよ。猫ちゃんする。これちょっと待ってね。2段ジャンプして、あ、くっついてきますね。こうか。ちょっとコツがいる。一回こう離れて、こうね。ミスるとまずい。さあ、ここは無難に行こう。あー、危ない、危ない。そう。今のがまずい。と、ここに猫。これもしかして上げていく必要ある？いや、いいか。特にそういう指示は出てない。よし、結構来たぞ。大丈夫か。よし、さあどこ？多分半分、8分の4でお守り取って、これ地味だな。ようやく半分。あー、なんで急にカメラ変わんの。よいせよいせ、あのゼルダの塔を思い出すわ。とここにお宝取って、真骨頂回復アイテム取って、次そっちか、こっちね。こっからこういく。おし、へばりついて。でもさすがに猫もね、こんな垂直の壁は登れんよ。さあ再びお宝、漆器セット。残り2階層、おそらく行ってみよう。よいせ。でもこういう塔を登るっていうのはなんか一種のロマンだよね。高い塔とか壁を登る。山もそうか。ではぐれ玉、これ取って、で次そっちかな。次でラストっぽいと思いたい。どうでしょう。そこになんか見える。あっちか。さあちょっと欲張って、どうで、この上か。干支の着物、猫。そう、干支ってね、猫いないんだよね。ねうしたらうたつみ、馬羊、猿とり犬い。でこの上、猫の無念を晴らしてくれ。ああ、危ないよ、今のは。こっちか。普通に、よし。さあ、登って。これはポータル。で、人魚の骨折をゲット。ありがたい。さて、来ましたで。誰がいる？多分、猫仙人的なやつじゃない？さあこれお宝取って、これまだ続く。香炉、もうひたすら上に行くしかない。行ってみよう。誰がいるんだ。さあ外周部分、そっちか。とここに再び猫ちゃん。つまりここで正座かな。いますね、1匹だけ。あまこみな、あんなところに猫がいるじゃねえか。塔のてっぺんに一人ぼっちだ物好きな猫だぜ。いや、まさか自分で登ったわけもねえか。それにしてもこんなところにいて食うものあるのかい。餌付けするんか。これもしかして魚持ってない場合はやり直し？さあこれ魚あげて、どうなる？寝ちゃったね。猫の鳴き声がやんだ。星座、まさかこんなところで。さあですね、そこと何これどうなってんだ。結構あんな、こことここと、これなんだろう。猫ハウス、おう、我らが地母アマテラス大神、邪気渦巻く人海を憂い、我天空を望むこの塔に身を寄せ、遥か下の世界を見下ろしはべりぬ。再び我が力必要たらばこの壁紙、お前に浜かける希望の橋を架け立てますら。お前ら、今おいらに何をしやがった。とにかく今のは十三分子の一人、裏技壁足りの力を司る壁神様じゃねえか。こんなところに一匹で妙な猫だとは思ったが、もしかしたらこいつは壁神様を守る神の使いだったんじゃ。見ろ、猫の石像が光り始めたぜ。そうか、お前に壁足りの力が戻ったから、あの壁神様の像が力を使えって言ってるんだよ。あの子、あの像に筆を置いて壁に線を発射すりゃ、壁に壁足りの力が宿るに違いないぜ。さあこれで猫像ね、この力があのこうかな。出た、見ろアマコ、壁神様の像から引いた線の通り、壁神様のもんどころが現れたぜ。こうやって壁神様の像からもんどころを呼び出せば、壁を登るのも自由自在だい。そういや、声来るまでにいろんなところで壁神様の像を見たな。早速試しに行こうじゃねえか。うん、これ結構あったな。ただめちゃくちゃ重要なアイテムは多分ないと思う。おそらくのはぐれ玉とか骨董品、あとかけらかな、体力の。よしと、さあ着きました。長っ、なんだこれ。ふえー、こいつはどでかい猫の像だぜ。ここはこのクソ長い塔のてっぺんみたいだな。風が吹いて気持ちがいいぜ。とね、そこに足場、あれがあった。こっちかな。ここから見ていける？イーグルダイブする？なんでしょう。あ、かけらか。さあこれで太陽機一つゲット。こっからそのなんだっけ、ナルトモン？ナルトウンタラ？あれを見ていくんじゃないの？違うんか。うん。登れんか。これで終わり？さあとりあえず帰っていこう。もうやることがない。ただこれどっかで使うんでしょうね。おそらくこれを使って、次のマップに進んでいく。じゃないと来る意味ないもんね。さて、ピャー取りて。さあ、帰ってきました。で、ここか。で、再び海に行く。これは、もっと簡単に戻ってきたい。どっちだっけ？そっちか。さあ、戻ってきました。シャチマル。再び乗っけてもらって、乗せてくれい。よいしょ。よいしょ。これが絶妙。よし。さあ、乗っけてもらって、はいはいはい。走ってるよ、走ってるよ。スキップしてからの、次どこ行く？一旦この、そうね、そっちから見ていく？これあれでしょ？木だよね。多分ね、これ夜になったらまたほじくれる、なんか出てくると思う。と、こっち。人いませんかね？妖怪か。妖怪がいる。と、そこに、光ってる岩。ただの破壊ができない。次、そっち行こう。こちらに今そこに何かいたな。なんだ？あ、これか。お宝。これ待ってね。さあ、降り立って。よいしょ。で、水晶。これ取って。あとこっち。さあ、ここに穴掘り。これもしかしたら地下？あ、爆弾か。さあ、爆弾書いて、なんでしょう。待ってね。押し込んで、はい。穴掘り系ミッションか、もしくは洞窟かな。あ、洞窟か。今日ね、センター試験2日目、1月14日なんですけど、今日だよね。あ、今日だわ。なんかね、ツイッターでセンター試験2日目のその受験生を狙って痴漢がしやすいみたいなツイートがあったんだよね。で、確かに言われてみると、途中でこう電車とかね、向かう電車の中で痴漢にあっても言えないわけですよ。だって言うとそこで時間かかるからね。じゃあ事情を聞かせてくださいってなるから。で、それも多分1時間とかね、2時間拘束されると思うんで、言われてみると確かにそれね、すごい、なんていうの、ひどいあれだよね。で、コミケでもね、釣り目的でやってくる人いましたね。今年ニュースになってましたね。で、結構な額を釣ったと。と、ここに小判。これもらっていいの？お布施合計額、アマテラス様。ゼロ両。あ、お布施するんだ。この鐘が沈んでる泉は、もしかして噂に聞く金城泉か。この泉に心づけをすると、泉の神様が力を貸してくれる。聖泉金城泉、まさかこんなところにあるとはな。これ何、何両？ 4 枚いくか。今8枚あるし、くれたるわ。さあ、4枚両投げ入れた。どうなんの？ひゃー、なんだいなんだい、泉がキラキラ輝いてきたぜ。金城泉、全く名前の通り現金な泉だぜ。もっと熱く心付けしてやったらいいこと起きそうじゃねえか。え、もっと熱くって無理じゃない？だって4万投資したよ。金を持ちすぎても心が汚れるっていうし、ここで身も心も洗ってみちゃどうだい。これやばくない？これ2万。これ以上さすがに危険を感じるぞ。なんも来ないの？これマジで言ってんの？6万円。これちょ待って、ググってみよう。なんだっけ、金城泉。ね、書いてありました。12万両を布施すると爆網が出現する。で、手形物の錦を使えるようになる。12万か。先に書いとけよ。こんな無理だよ。持ってないもん。マジか。12万。なんなのこれもう。一旦出よう。12万ね。手下玉錦。多分強化爆弾。さあ、ひでえ目にあった。どうしよう。と、そこに水流。で、次の島、行ってみよう。さあ、再び乗っかって。はい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 。はい、知ってる、はい。え、これ毎回聞くの？で、次、そっち。さあ、加速して。なんかあるかいね。何もないかいね。お腹すいたわ。今朝の5時。自分最近ね、ローソンの唐揚げくんにハマっておりまして、24時間で3個食べたわ。多分ローソン行ったらあいつまた唐揚げくん買いに来たっていう風に言われるんだろうな。言われるっていうか、思われるんだろうな。と、ここに敵がいて、またそれか。さあ、ズバッとやって、穴か。これ何？またぼったくり系の穴？何がある？怖い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 。これ何これ？まあ、幸せだけ先にこう、いただいて。え、これさっきと全く一緒じゃないの？なんか、配置一緒だよこれ。埋まってるやつの。よいせ。さあ、これこれさっきも見たもん。これ何これ？ゼロ量。え、これ別んとこなん？これもさっきと一緒。え、あれ、ここなんか違うな。でもこれも、1万円？何が起こるの？何も起きないし。これ何なんここ。金城線。いや、これは、やべえぞこれ。なんだこれ。怖くないこれ。お金返して、わしのお金返して。お金返して。取ってきて。いっすんちゃん取ってきて。これなんすかね。さっきと別物なんこれ。いやー、金がマジで吸い取られる。怖えな。さあ、再び乗っかって。あとこいつの背中めっちゃ滑る。よし。さあ、乗っかりました。スキップ。次そっちっしょ多分。そっちの方でね、行ってみよう。残り島3つ、どれかでしょう。で、狭さ的に多分これではないと思う。ちっちゃいもん。となると、左下かな。ゲーマーの勘。これ違うんじゃない？また泉とかあんの？さあ、これ、クローバーか。よし。もう金をくれ。幸せはいらん。金をくれ。と、そっち。そこまた穴開いてるし。あの穴怖いよ。でもこの穴も怖いけど、出会い系サイトとかでめちゃくちゃ金使ってるおっさんって、あれ何考えてんすかね。大丈夫なんですかね。だって普通気づくよね。例えば、まあ、デートをね。大体こうデートをすっぽかされるらしいんですよ。お金かけて。メールしていい感じになったと思ったら会えませんみたいな。で、実はそのメールってのは全部バイトの人がやってるっていうね。でもさすがに気づくっしょ、普通の感覚の持ち主ならばと思うんだけど、どうなんだろうね。と、これ、あ、これ普通に掘っていける穴なんだよなー。これなんここ漏れてんぞ、毒素が。変ないるし、こいつか。これ前にボスで出てきたね。これ勝てるっしょ。よし。さあ、繋いで、もう一個。いや、4つかな。あ、これ結構あんな。お尻。で、さらに、こう。汗ダメか。よし。さあ、弱って、千両。待ってね。待って。おーしゃー。閉じるっぽい、多分これ。もうちょい。はい。閉じました。さあ、もう一回。この人何金くれんの？これが、待って、縛れんぞ。よし。さあ、次。3本目。いったか。さあ、そろそろ倒せるっぽいと思うんですが、どうでしょう。あー、距離が足りねえ。また食われる。残り1回ラスト。どう？一旦でね。 OK。 剣これリーチめちゃくちゃ短いな。よし。さあ、ようやく。なかった。お金くれんの？100万ぐらいくれ。1万円か。これ微妙だな。こいつなんだこいつ。これがもしかしてお金だって。千両って書いてあったよ。あ、違うんだな。太陽のかけら。お金ではない。お金ないもんね。ありませんね。行こう。さて、また戻ってきました。で、次。最後にそっちか。よいしょ。あの話これ何回すんのこの子。自動音声か。さあ、ここら辺じゃない？うん、桟橋。そこに何かいるぞ。ここに何もないともう行くとこはない。まずこれかな。よいしょ。さあ、ほじほじして。で、心情ゲット。とね、そっち。そこにクローバー。他ない？ありますね。さあ、はぐれ玉取って、ここにも。これ結構あんな。よし。さあ、中心骨頂。これ取りまして、お、次。硬い地面掘って、で、これはクローバー。よいしょ。あ、こいつか。さあ、アーマーひっぺがしてぶっ殺す。待ってね、これはめんどくさいよ。いつぐらい入ってんの？よし。OK です。さてさて、ほんで、で、最後にこれ掘って、ようやく。で、からのそっち。そこの桟橋。それ人かな？誰だ？あと、これね。これどうすんの？あ、切れましたね。で、真骨頂。よしと。となると、これも？まあ、取んなくてもいいと言えばいいんだけど。で、トンボ玉。琴姫ね。よし。で、そこの方。こいつはなんだ。半裸のおっさん、釣り人か。漁師水流様が暴れてるだろう。何だろう、夕野菜いるか。それはやっぱり海釣りだぜ。海釣りに必要なのは大海原に立ち向かう不屈の闘志。それさえありゃ釣りとだっていらねえくらいさ。そんなけねえだろう。今海猫亭の親父に生きのいい素材をねだられてんだが、それならやっぱり海の王者カジキマグロしかねえ。一応どでかいやつを釣り上げて海猫亭の親父をびっくりさせてやら。おいワンコ、お前何気にすげえもん持ってねえか。そいつは海の男なら誰もが憧れる釣り竿、至高の技者シビ丸じゃねえか。あれか、そいつさえありゃどんな魚も海の王者カジキマグロだって一貫打尽よ。前に買ったね。気が引くなワンコ、それじゃ遠慮なくいただくぜ。あげるとも言ってないのに。快感シビ丸を無理やり取られた。早速このシビ丸の具合を試してみるとするかい。もちろんお前も俺の釣りざま見ていくだろう。これやっとこうか。釣り見ていくというか多分参加するんだけどだよね。さあこれスキップして、なんかでっかいのが釣れるんでしょうきっと。これもねちょっとカットしていきます編集で。なんでしょう、フグですね。かわいいな。さあ2匹目、多分また3匹目なんでしょう。よし、これ何、人でよしと。でからの3匹目出ました。こいつが主、マグロかな。なんかすげえのが来たぜ。この手応えは海の王者カジキマグロだ。カジキマグロわかるんか、手応えで。こっち移動はこいつすげえな。はいはいよし、すごいぞ。まだ生きてる。逃がさん、こっちこっち、よし。さあ2発目豚に行って3発か。よしいただき。カジキマグロを釣り上げた。これたまに人に刺さるんだよね、この先端がね。どうだいこいつを見ろ。海の王者カジキマグロをついに丘へ引きずり上げてやったぜ。長年漁師も原で釣りをやっちゃえるが、ここまでどでかいものは俺も初めてだい。おっとごちゃごちゃ話してる時間はねえや。あの親父魚の鮮度にはやたらとうるせえからな。特急便で駆けつけるから待ってろよ。で何これ、ちょっと待ってね、ここじゃないんかこれ。どうなってるこれで一旦イベント終了。たださすがにここで終わらせてしまうのはなんか気が引けるというか悔しいわ。待ってね。さあ再び乗っかって、もう自動制御もそこ、あこれこっちって、これあれなんだ、いつものマップとは違うんかこれ。漁師マハラあれと違いますね。でさらにそのマーク、あれ暗黒じゃないこれ違うの。これ違うっぽいな。めちゃくちゃどでかいもん。いや、多分これいつものとこだよね。あ、ですね。だよね。そこ怪しくない？で、その前に、一旦お魚あげよう。今回これちょっと長いな。ちょっと尺が長くなってしまった。さあ、これで、海猫のおっさん。おお、届いてる。あらわんわ、この生きのいいお魚さんを見てよ。この辺の海じゃ水流騒ぎのせいで不良が続いてたざんすが、こんなに大物のカジキマグロさんが届いたざんすよ。私が腕を振るのは母の海の恵み。そしてその恵みは鮮度が命。待ちまたこの素材なら不良続きで訛りかけてた私の腕を蘇らせてくれるざんす。わんわ、せっかくだから私の腕前見ていかないざんすか。こんな最高の素材が手に入ることも珍しけりゃ、私の包丁さばきを間近で見られるのも珍しいざんすよ。おっと、こんな風に話してる時間ももったいないざんす。鮮度が落ちないうちにさばかなくちゃ素材に失礼ざんすね。さあワンワン、ちょっと離れてるざんす。料理に海猫が火、つむじ風千枚おろし、行くざんすよ。さあ、ここで切るんか。違うの？どう？縦？え、これ何すんの？何も来らんよ。本格的にまずいざんす。不良続きでしばらく料理してなかったから、つむじ風を起こさないほど包丁さばきが錆びついちゃったざんすよ。こんなことじゃつむじ風の料理人は失格ざんす。相変わらず妙なことを口走ってんな。つむじ風がどうのって言ってるけど、確かに部屋の奥に疾風の神様風神の紋所が張ってあら。でも料理に風なんか必要なのかい。風が吹いたところで大したことも起こりそうにないぜ。それか、やってみよう。もう一回やって。さあ、スキップして3本線。はい。さあ、ここで3本線こうね。どう？か快感。この手応え、今までで一番の包丁さばきだったざんす。私の腕はなまってたどころか、今一皮向けて新たなる境地に達したざんすね。素材は鮮度、料理は速度。この包丁さばきに磨きをかけて、今度はクジラだっておろすざんすよ。おう、我らが地母アマテラス大神。思う通り話し折り身、我が力弱り果てぬるが、あの者の強き熱情に応えたも、おもとのお志に我目覚めぬ。この風神、あの者の熱情を我が力に変え、あやかしの者どもを吹き払う竜巻の舞を本前に捧げたてまつらん。あの包丁さばき、料理人より剣士の方が向いてるんじゃねえか。そらそうと甘こう。疾風の新技、竜巻の威力は相当なもんだぜ。もしかしたらおっさんの熱意が湿布の力を呼び覚ましたのかもな。ともかくカジキマグロさえ巻き上げるこの技、妖怪どもに食らわせたらどうなるか楽しみだぜ。竜巻この後で使ってみようと、ここでお宝取って湿布の扇状、さあそれとそこのゲート、そっちね、そこなんでしょう。これどう行くの？あ、海か。そこにあの塔のマーク、あれがあるわ。どっちだ？そこら辺かな？こっちか。よし。となるとそっちの海の島ってこれ意味なくない？何だったん？さあここでビャーってやってよし OK。 さあ来ました謎のゲート。で虎がいる。一応餌あげよう。さあお肉あげて食べなさい。そうですね。なんだイベント発生。青入道。さあこいつには竜巻、これを当ててみたい。どうなる？特に変化なくない？竜巻無駄か。わっち、これはどうする？ぶった切る。よしこれどうなってんの？んなんかこれ強キャラじゃない？多分無駄。どうする？爆弾かな。また変形したとね。ここに食材がある。これをこうかな、燃やしていく。無駄。これ無駄か。何この人？んなぜかここでピヨル。あ、めっちゃ効いた。よし。全くよくわからん。なんで？よくわからんまま勝った。よいしょ。展望岬の男。誰かそこにいるのかい？何見えんのかその単眼鏡のせいで。ここは展望岬。昔神様が天へ帰るのにここから飛び立ったって言い伝えがあるんだよ。夜にはいつも満天の星空が広がっていて、岬の先端からは大きな渦巻き天鳴門も見えたんだ。天鳴門っていうのは夜空に浮かぶ星の集まりで、ナルトのように見事な渦巻きを形作っていたんだよ。でも最近沖合に鬼の顔した不吉な島が現れてからは妖怪たちの数は増え始めるし、空もよどんでくるしてね。昔のように綺麗な星空は見えなくなっちゃったんだ。なるほど空か、夜空ね。今明るいからさすがに星は見えないけど、夜になったら流れ星にお願いしたいことがあるんだ。星に願いをかけたらきっと叶う。夜空に渦巻く星の渦、天鳴門だって見えるようになるよ。よしよし。さあどうね、すいません。今回時間の切れはちょうどいいんで、一旦これ終わりにして、で、次回ですね、これを夜にして、で、ナルトモン、それをね、出現させていきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次回オオカミでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。